はい、どうもロキヤマトです。今回はチャプター4のボスを、チャプター3と同じ縛りプレイ、キュイとナマリエを使わずに攻略していきたいと思います。今回ももちろん初見無予習でプレイをしていきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。さて、チャプター4のボス、アイシャですね。まずは攻略情報をしっかりとチェックしていきたいと思います。ウェット耐性 30%、 SR の方は持っていないので組み込むことができないので、こちらはスルーでいきたいと思います。ノックバック、行動不能状態、おすすめはペリヤードですね。こちらはチーム全体のノックバック耐性が 30% なので、これは今回はセリヤードを連れていきたいと思います。はい、ということでチーム編成の方を見ていきましょう。チーム編成はですね、今回はウィンとセリアド、ここまでは決定で、あと一人、今回実装されたばっかの、ジュンちゃんを使っていきたいと思います。この3人で挑みたいと思います。そしてグランウェポンは SSR を今回も抜きでチャレンジしていこうと思います。SSR 以下の構成で挑んでみたいと思います。それでは、いざ戦闘開始。守護者はどこだ？出てこーい！うちと遊ぼう！キュイ、危ないよ。もう大丈夫だもん。神殿の守護者、行くぞみんな。おい、下手に刺激するな。お前ら頭を下げろ。カルト、やったか。チッ、ダメか。さあ挑んでみましょう。操作するキャラはウィンで行こうと思います。おっと、範囲攻撃しっかりと避けていきましょう。フォローも使っていきます。これが当たるとノックバックとかなんですかね。よいしょ。あ、危ない、危ない。おっと、半分ずつかな、多分。流れに逆らおうとしないで。あ、ブレイク、ブレイク入りました。さあ、ザコが波と共に消えろ。私たちのペースで戦える。終わりだ。これがシールドかな。大地の怒りよ、大地の慈悲。シールドは無事剥がせたので、敵の攻撃がすべて直線範囲になっているので、仲間2人に当てないように位置取るのが良さそうですね。おお、波離れればいいのかな。よいしょ。これはなんだ。さあ、波が出た。これは離れておけばいいのかな。
真ん中がアンチなのかな、あれは。いや、しかし今のところあっち側は、ヒーラーのセリアードがしっかりと回復をしてくれているので、なんとかやれそうですね。これフォローでちょっとみんなを真ん中に。いや、痛いぞ。操作セリアードでヒールをしましょう。よし、キャラを戻します。さあ、波が来たけどもう残りちょっとだ。やれるか。おお、痛い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 。大地の力で俺が倒す。最後は純ちゃん行って、お、倒せた。バトルフィニッシュ、無事討伐完了ですね。いや、結構強かったですね。はい、ということでいかがだったでしょうか。結構強かったですが、タンク役のウィーンを操作して味方に直線範囲攻撃を当てないように立ち回ると比較的楽に敵の体力を削ることができました。波の攻撃に関しては、あれは離れればよかったのかな、どうなんでしょうね。その辺は最後までわからなかったですが、攻撃を見ながら対策を考えて攻略していくのはやっぱり楽しいですね。そして新キャラの純ちゃんが可愛い。ということで最後までご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録まだの方、最後にポチッとお願いいたします。それではまた別の動画でお会いいたしましょう。さようなら。